ったやってて。えい、おう、ウィンプロスター、鬼気満載さん、アベレージ、連合軍。なんでやねん。多すぎだろ。おにき弁当、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 いやーし、ファッション、ナイスファッション、どうするだろう。ナナコさん、金庫破りですか。あら、はい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 おい！ナナコピンク破り！ナナコピンク破り！ナナコピンク破り！絶対殺せ！絶対つれよメーラ！おい！俺金庫めちゃくちゃやめちゃくちゃやうん、面白い。全然来る削れたいよか、それ。ナナコさん、俺金庫つってたろ、今。めっちゃ言ってたよ、もう。金庫破りは金庫なんだもん。金庫めちゃくちゃ金庫してるし、めちゃくちゃめちゃくちゃ金庫してるし、金庫してる。ゴリゴリしてる。いや、重くて金庫むずい。まあそう、マジでむずい。そういう系ね。重さがむずいんだよ。バーガーですらちょっと重いからむずいっていう。あーでも唯一拾ってたセットが死んだぞ。おおおおおめっちゃ死んでる。今回はファッションない。一旦ならばさせた方がいいと思う。だから俺金庫って言ってたもん。今回もちゃんと金庫にいたし、ゲッサーで売ってもいいけどな。あーいいんじゃない。それでは確かに、それはそれで。まあ、あの棒ってさ、どこ通ったかわかる？ご覧わかんない。え、今多分ね、あ、そうそう、ではなかあ、ハドも多分金庫からです。じゃあ七五三でいい。え、金庫さんじゃねえか。金庫じゃないよ、金庫いないよ。え、違う違う、金庫室からだった。あ、金庫室の方か。あ、オッケー。あー、はい、金庫室。七五さんが金庫でしょ、金庫破り。金庫にはいた俺が。もうそうじゃん。え、でも僕アーカイブにいたけど通ってないっすよ。ね、武器庫ら辺も通ってない。あ、いや、アーカイブのアーカイブシャワー感のなんか扉が下かするように来てましたね。じゃあ、波動砲が鳴った時にバイタルにいた人誰ですか。バイタル、はい、バイタル付近はいたかも。
あら2人だけ、やばい時間がねえ。ハローホーなった時展望デッキから出てきた人誰？はい、もう一人いる。キッチン展望武器庫コミューのダウンロードのところらへんぐらいに多分めちゃめちゃいた。順位が僕それ全員覚えてます。それ全員白メヤシン、高田、ネロ、ミサトラン、ナツピョン、ネロちゃんとかは無理です。呼ばれてないけど誰か見れたな。トッシンネロから僕無理だって言われてどう思う？アベメインで誰かと違ってる。トッシンさんはメインも1位追加、メインも1位追加、メインでトッシンか。トッシンは変、ネロちゃん大好き。あとハンクルも切っていた。はあ、さあ七子さんは15終わってなかった。強烈すぎるな。何個だ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個終わった。あーまだもうちょい頑張れば。あ、耐えれるのか。もう一旦耐えれば。インポスターも分かってた。へえ、なるほど。インポスターは6個割れば耐えてましたね。あと6個割ってたら一回釣り耐えれるんで、1回釣り耐えれる、ね、それでゴリ寄せる可能性が出てくるっていう。7個一くせに金庫行ったから。いやだから金庫やろうと思ったら。えぇ、ナイスハドキャン。ハドキャンナイスよ。これどういう状況、慎太郎ハドキャン。え、何が？あれなんかさ、メイヤさんと慎太郎さんさ、キッチンにずっといたよね。ね、ハンバーガーだなーって思ってたの、どっちか。慎太郎、うん、メイヤがどっちかがハンバーガーだろうなーと思ってたのね。うん、で、停電になったから、僕一瞬だけ展望にスッと左行って、直ったから戻ったら、お肉、立ってるお肉と、うんうん、メイヤさんもそこにいたはずだから、メイヤさんもそこで死んでるはずで。じゃあ、ハンバーガーのお肉になってるってこと？慎太郎でも切ったとは思えないから、どうなってんの？じゃあ、マンサヤさんとラバーズの可能性ってこと？あー、ラバーズって死体転送されてくんの？転送って何？されない。その場で死にます、その場で。あ、じゃあ、マンサヤも、多分その近くで、石油側からとか来て死んでるわ。マンサヤさん死んでんの？マンサヤさんとメヤさんが死んでて、メヤさんがいきなりその場で死んだから、マンサヤさんがどっかで切られてるってラバーズとかありそうっすけど、ね、いや違う、死んでたのがマンサヤです。あ、そうなの？そうなの？それを通報した。重なって死んでたってこと？多分そうです。だからメヤ、マンサヤは同じ場所にいて、慎太郎もそこにいる。じゃあ慎太郎さんがやってんの？慎太郎ってバーガータスク前ずっといたよね。あー、もうちょっとグダっちゃって作るの。グダっちゃう。でもまあ人外だと思う、慎太郎は。あー、オッケーです。何体グダってすればいい。人肉バーガー作ってたんですか。あと直近取れる人は、あの波動砲から外れるんじゃない。ネロタカは無理です。ネロタカ、ミサトラさんも絶対無理です。ハッタイズも無理です。僕レポートだからね。ごめんなさい、他のハンバーガーマーしたメイヤーです、すいません。おい、ブテンハンバーガーしてました。いや、そんな言われてもしょうがないでしょ。怒ってる、めちゃくちゃ怒ってる。そんなに言われてもしょうがないでしょ。これ見えてないんだ、慎太郎って。今のキル、俺の、え、なんか魅惑のキル、あれ、俺がアベレージに切られたの見えてないんだ。マジで、なんかマンセイさんが勝手に走り飛んだようなイメージだった、僕目線。何だったんだ。え、多分湧いた瞬間のやつが見えてないじゃない。見えなかった、アベレージ湧きが見えてないんじゃない。え、これって今霊界でかいです。マンサヤね、多分パンクの賢者にね、キルした瞬間に守られちゃった。パンクよく賢者で弾くね。パンクうまいね。それで、あー、なるほどね。え、てかメイヤ君キッチンいなかったよね、多分。え、俺ずっとキッチンで慎太郎といたんだよ。あ、うわ、いやー、うるさ。シェリフ仕様です。え、ちょっと待った、誰ですか。はい、あの診察のバイタルからパン君が左に波動砲撃ってたので、ごめんなさい、止めらんなかったんですけど、ガミがシェリフでパン君殺しました。おー、素晴らしい。最高です。僕が真のシェリフです。シェリフ2人。いや、待てシェリフ2人いますよ。パン君は撃てないんですよ。なんか 2ターン前ぐらいにキッチン付近にいたんですよね、パン君って。あ、でさっき死んだ中にジャッカルがいたとかじゃないですか、サイドキックパン君で。振り分けられてる説はある。トシンさん対抗。私対抗なんよね。ないよね。これまあシェリフ2人いるし、うん、心身の可能性は別にある。いいですよね。よか。今の高田さんの発言信じます。しょろいな。どっちが本物っぽい？片方しかいない場合、ガミ突進って。突進さんの方がし、あ、でもどうなんだろう。
ガミさんってその2ターン前に僕がアドミン情報出した時ってどこにいたんですか？金庫にいて、宿舎から金庫入った時に波動砲が下の方に見えたんですよ。で左に犯人確認しに行ったらいなかったんで、多分弁当入ってるんだろうな。ゲッサー使用して、シェリフを突進に撃ちます。ダメですよ、死にますよ。これどうやって撃つの？あれ、キクラは素敵。あ、じゃあ、突進新シェリフで俺のゲッサーまで確定で。イビゲがいる。マーケットからあるよ、殺す死んでるのにまだ喋ったことないですけど、あのね、圧倒的な力で壊れなかったやつね。ズルの方が死んだのかよ。あれって言って死んでるやつね。そう、ズルがまだ面食らってる状態で死んでるのに喋れてるやつね。しかも新名やだろ。多分バンクが切ったのか。じゃあ、いや違う違う、アベレージ側のことを切ってるんだけど、ラグで見えてる。慎太郎が多分俺のこと見えてない。あ、うん、目覚まし。あ、ごめんなさい。え、ずっとバーガーダスクで一緒にいたの知らなかった？多分だから見えてないと思う、そのバグで。あ、じゃあバグでも完全に見えてねえよ、うん。あ、そうなんだ。あ、なるほど。慎太郎がずっとバーガーダスクにいる横で俺ハンバーガー作ってたんだけどさ。あ、そう、バーガー回してあげようと思って。うん、ジャッカルがなんかあれされても波動砲来ても全然どかないから、こいつメンタルどうなってんだと。いや、パン君の賢者バリアうまいね。いや、ま、僕はマンセンさんのこと僕がやったんですよね、多分。そうね、カウンターでダブキルみたいになったからそういうこともあんだ。なるほど。もうなんかいろいろ集まってる。こんなんもう制作者としても無理よ。わかんないよ。オータスク終わった。ナイスナイス。まあ絶対やった。おお、あれ、え、普通に、あれ普通に切るか。あ、普通に切った。おー、はい、これも高田さん、クルー2人っつって削って死んでったアベレージ、アベレージ、アベレージって、ガミさん、ガミさん人海確定。アベはミーティングにいた。あ、いやいや、え、でもミーティングに夏ぴょんさんも上がってってるよ。秒、僕はアルマさんが弁当使ってるかもしれないなって思ってます、今。弁当、あれ、波動砲の後ってアルマさんどこ行きました？波動砲の後宿舎左にアベレージと一緒に逃げてて、で、夏ぴょん上がり、アベレージ上がりを見送って僕は逃げてった。エンジンに、エンジンの後どこで行きました？エンジン、メイン、エレキ、石油キッチン。ああ、なんかその波動砲の後停電が起きたと思うんですけど、メインもあのこう見舞い通路も扉閉まってたんで、アルマさんどうやって抜けたんやろうなと思って、僕はアルマさん怪しいなと思って見てました。めちゃめちゃ前に抜けてるよ、エンジンメインエレキ石油キッチン。停電中ずーっと阿部と一緒にミーティングに行って治んねえから降りて、今ね、浮き子ぐらい。ネロちゃん、ネロちゃん、ネロちゃん、僕実はまだサイドキック渡してないんで、波動砲打ちたくないですか？人外、人外とネロちゃんスキップしてくれたら、僕はネロちゃんにサイドキックを渡して死んでいきますよ。打ちたい、打ちたいでしょみんな。波動砲やった！カミさん、カミさん、くれー！任して任して、メイン、メイン、エンジン、エンジン行く、エンジン行く。バカじゃない。ガミ最低だあいつ。あいつ最低だ。終わり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 最低や。マジで。悪魔がいます、悪魔が。ひどいよ。
さすが神さんだぜ。すげえ。やばすぎるにも程があるだろ。やりめえなのそんな。さすが神さんだぜ。あまりにも人の心がない。一この中で一番信じちゃいけないやつ。最低すぎる俺の意味は。謝る謝る。ありがとうございました。ごめんねメロちゃん。マジで強かったこれ。高田さん首から上だけ生きてた。見ながら喋ってたからな。首から上だけ喋ってたのに気づいてなかった。何のこと言ってるか全然わかんない。スーってね。あのさ、トマさん、あれ結果クルー2人殺しただけクルーね。決算の力あと無事どうやって打っていいかわかんないかと。そうだね、早く打たないと絶対イビルゲッサーで打たれちゃうけど時間ねえしと思って。